まこと。何撮ったの？内緒。こんな家出て行ってやる。そう言って祖母が家出をした。いらっしゃいませ。ご宿泊のお客様でいらっしゃいますか？いえ。よろしければ中もご覧になれますので。はい。あの、写真を撮らせていただいてもいいですか？はい。ありがとうございます。駅からこのホテルに向かう道で祖母を見かける。やっぱりここに来てた。すいません、あの、お伺いしたいことがあるんですが、この写真、多分このホテルで撮影されたものだと思うのですが、どの部屋で撮影されたものか分かりませんか？部屋ですか？そうですよね。他の方にも伺ったんですが、皆さん分からないみたいで。では、分かりましたらご連絡いたします。お名前を伺ってもよろしいでしょうか？高藤と申します。実は、祖母がこちらに来ているのではないかと探しています。おばあ様ですか？はい。家族でこちらで宿泊する予定だったんですが、中止になってしまって、祖母だけこちらに来てはいないかと探しに来たんです。では、確認してまいります。おばあ様のお名前を伺ってもよろしいでしょうか？高藤美代子と言います。でも、先ほど支配人の方に伺ったんですが、こちらに来た様子はないみたいなんです。そうですか。何か分かることがあったら教えてください。お願いします。はい、分かりました。キャンセルしたの？はい、今回は日が悪かったっていうことで。そうね。じゃあ別の日だったらいつがいいかしら？ちょっと今予定がわからないですね。誠だってちょうど今忙しくなる時期ですし。でも1日ぐらいいいんじゃないの？家族の時間なんだし。お母さんはそうおっしゃいますけど、私たちもそんなに時間があるわけじゃないんですよ。それに今時期ってもただ寒いだけじゃないですか。あのね、この話はまた今度ってことにしましょうよ。あのね、和子さん、私たちは家族なのに話すことが少ない。特に祖母は昨年祖父が他界してからいつも黙り込んでしまう。こんな家、祖母が言った意味と部屋に残されていたもの。ご連絡はありましたか？いえ。
何も。母はすぐ帰ってくるだろうって言うんですが、私は祖母がどういう気持ちで家を出たのかわからなくて。この辺りに来てるのはわかってるんですけど。そういえば写真お好きなんですか？これは祖母を探すためなんです。バカな話だって思ってくださいね。信じなくてもいいです。私、思い出を見ることができるんです。この写真を。これは過去の思い出です。場所が覚えているものを私がカメラを通して見てるんです。もし入ることができるお部屋があったら写真を撮らせていただけませんか？お願いします。この写真の部屋を見つけることができたら祖母のこと見つけることができると思うんです。いろんなお部屋があるんですね。いろんな思い出があって自然と映り込んでくる。難しいわ。祖母との思い出を見つけたいのに。高藤様はいつからそんなことができるように？いつから？よく覚えてないんです。このことは祖母との秘密でした。子供の頃はただ楽しくて。でも思い出って全部が楽しいことや見たいものばかりじゃない。大人たちが良かれと思って隠していることがあるんです。それを見てからはあまり写真を撮らなくなりました。不思議と見ないことにしようと思うとあまり写らなくなりました。祖母はきっといつかは亡くなってしまうものだろうとよく言っていましたが、まさかその祖母を探すためにこうして写真を撮るとは思いませんでした。変な話をしてごめんなさい。気持ち悪くないですか？全部信じているというわけではないんですが、でもなんとなく建物というのは人がいる気配が残る場所だなって思ったことがあるんです。過去の人の思い出が、足跡が確かに残っているんだと。ダメだ、おばあちゃんが見つからない。分かった、もう少ししたら帰るから。あのね、お母さん、私本当はね、なんでもない。おじいちゃん。この時期はまだ寒いですね。そうだね。
もう少し暖かいと良かったかもしれないね。そしたら花も見られましたね。うん、夏はさ、この川風が涼しいかもしれないね。秋にはもみじが。冬はさ、モノクロで色がないのもいいかもしれないよ。墨絵みたいに。そう、見てみたい。今度みんなで来よう。みんなで来たら楽しいでしょうね。そりゃあね。でも最近みんな忙しいみたいで、お話もね。それじゃあなおさらさ、特別なことを話さなくったっていいんだよ。同じ場所で同じ時を過ごす、それでいいんだ。まあ暑いとか寒いとか、あれが美味しかったとか、あそこが綺麗だったねとかね、そんな他愛のないことでいいんでしょうか。そうですね。おばあちゃんは私たちの都合も考えないで、ただわがままを言ってるんだと思ってました。でも本当は話す言葉を探そうとしてたのかな。はい、こちらにいらっしゃいます。チェックインされた？それでご本人は今どこに？え？高藤様、おばあ様がご到着されました。連絡もしないで心配かけてごめんなさい。おばあちゃん、私見たよ、おじいちゃんとおばあちゃんのこと。あのね、あれ、ありがとう。きっと誠なら見つけてくれるだろう。見てほしいなと思ってここに来てみたけれど、一人で来てみて、もう一度おじいちゃんの言葉を思い出したの。別に特別話す言葉なんかなくても一緒にいればいいだけだったのにね。ごめんなさい。お母さん、ここに来てみない？話したいことがあるの。